レーオフ圏内に食い込むためにもう1試合も落とせないトリニータ。アジア大会から帰ってきた鮎川、そして香川をセンターバックでスタメン起用です。前半6分、その香川のボールを長澤が落として鮎川が流し込んだ。いきなり試合を動かしたのはトリニータ、鮎川のゴールで先制です。長澤駿から鮎川駿へ、駿コンビのフォワードで先制しました。そして9分には謙信から長澤駿、ここは惜しくもポストに嫌われます。そして19分、このボールを秋田に流し込まれてしまい1対1。同点で迎えた30分、藤本がドリブルで切り込むとゴールハンター渡辺新太の鋭いシュートはキーパー正面。1対1で折り返した後半、高畑のクロスに長澤駿、ここもポストをわずかに左。さらに10分、怪我から帰ってきた野村直樹のクロスに長澤、ここのヘディングも惜しくもゴールからそれます。1対1同点のまま迎えた26分、キャプテン司をトリニータ投入。すると37分、この伊佐が体を張ってみんなでつないだボールをシュート、ここも惜しくもあとボール半個分。そして迎えたアディショナルタイム、松尾のシュートが相手のハンドを誘い PK を獲得。蹴るのは我らがキャプテン司、ここを見事に決めて2対1。トリニータは選手サポーター全員で喜びを爆発させました。左隅狙いすましたシュート、350試合積み重ねたスキルを遺憾なく発揮してくれました。トリニータが2対1で勝利、ホームでは8月12日藤枝戦以来となる久しぶりの白星、全員で喜びを爆発させました。今お気持ちを聞かせていただいてもいいですか？いやもう本当にホッとしています。もう勝たなきゃいけない状況だったので、もうとにかくみんなの思いが勝利に結びつけてくれたと思います。とてもプレッシャーがかかる一戦だったと思いますが、チームとしてはどういう思いで臨みましたか？いやもうとにかく攻撃的に行こう、自分らがこれまで積み上げてきたものをとにかく出し切ろう、勝負にこだわろうっていう話で入りました。そんな中いい形で先制し、ただ一度追いつかれて、そういった時にはベンチからどんな声かけをしていましたか？いや今日はベンチメンバーの雰囲気もすごい良くて、本当に前半から一緒に戦ってる感覚があって、まあ、それがねこうピッチにも届いたのかなと思いますし、まあ、本当にハードな試合でしたけど、みんながこうつないで僕らもねこう後半から出場させていただきました。あのプレッシャーがかかる時間帯で、あのシーンで PK を落ち着いて決めていきました。ああいった局面で譲っちゃいけないというか、自分が蹴らなきゃいけないってやっぱり思ってましたし、まあ、その思いがこういった形になったのかなと思います。梅崎選手自身、大分トリニータでプロ生活スタートさせて、そして今日 J 通算350試合をまたトリニータで迎えたというところに関しては振り返っていかがですか？大きな怪我もたくさんありましたけど、いろんな方々が助けてくれて、そしてサポーターが後押しし続けてくれた結果だと思うので、まあ、なんか本当に、うん、ありがとうと思ってます。まあ、ようやくこう勝利に貢献することができて、自分のゴールで、まあ、ずっと願い続けてましたし、そのためにこうトレーニングも準備してきたし、技術的なところも準備してきたし、イメージ、メンタル面も作ってきたので、それがようやく一つ形になってよかったですし、だけど残り2試合もう勝つしか道がないと思ってますし、またそういった局面でね僕自身が試合を決めるんだって思いで、はい、仲間と共に挑んでいきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。始まりましたキックオフ大分。久しぶりのホームでも勝利、嬉しいですね。そうですね、粘り強く攻め続けた結果、プレーオフへの望みをなんとかつなぐことができましたね。それでは順位表見てみましょう。トリニータは9位に上がってきました。勝ち点58、プレーオフ圏内のこの6位とは勝ち点差が3ということになっています。残り2試合で勝ち点3を超えていく
一縷の望みをつないで、まだまだ激しい戦いが続きます。次の試合は今日の午後、アウェーでツエーゲン金沢と対戦です。そしてレギュラーシーズン最終戦となる次のホームゲーム、11月12日午後1時キックオフ、ザスパ草津群馬と対戦します。ぜひ残り2勝しっかり勝ってもらって、プレーオフ圏内掴んでもらいましょう。さあ続いてはこちらの VTR をご覧ください。今日行われているこちら、こうどんな取り組みなんですか？はい、これはシャレンデ献血ということで、献血がですね、減少傾向にある社会課題を解決するために、日本赤十字社さんや J リーグクラブと協力して、全国のスタジアムなどで献血を実施する活動であります。はい、どうしてこういう J リーグの試合会場で献血活動を行うんですか？はい、地域に密着している大分トリニータさんの力をお借りしながらですね、多くの人が集まるスタジアムで献血をすることによって社会貢献をしたいと考えてございます。では最後にシャレンデ献血、この活動を今回開催した感想を教えてください。いや、こんなにたくさんのですね、サポーターの皆さんがですね、献血に参加されている姿を見て、改めてですね、シャレンデ献血を開催する社会的意義を感じました。今後も大分トリニータ様の力を借りながらですね、献血の啓蒙活動を行っていきたいと思っております。赤十字の先生です。絶対優勝します。せーの、キックオフ大分。キックオフ大分。全国高等学校サッカー選手権大会大分県大会準々決勝が行われます。今回はベスト8に勝ち上がった中から注目の高校をピックアップ。まず訪れたのは柳ヶ浦高校。先輩たちの悔しさを胸に大会に挑んでいます。 1,2 年生の頃にやっぱ目の前で3年生たちが負けるのをちゃんと見てる代なので、その分新人戦今年しっかりやって、インターハイは悔しい結果になってしまいましたが、その悔しい思いも背負ってしっかりやれてるので、チームの状態としてはすごくいいと思います。3回戦ちょっと 1-0 ビハインドから前半を終えてしまって、でもそこから自分たちの今までやってきたことを信じてやったら逆転できたので、そういった逆転する力も今年はあると思うんで大丈夫だと思います。メンバーの人はメンバー外の人の思いもしっかり背負って一戦一戦全力に戦っていきたいと思います。3年生中心にチーム全員でまとまりを作って、全員で守って全員で攻めるサッカーをしています。今のところ2試合ともゴールを決めてアシストもしているので、このまま全試合ゴールとアシストをしていきたいと思います。この流れのまま準々決勝、準決勝、決勝勝って全国大会に行きたいと思います。今校の男子サッカー部は、情熱、誠実、献身という大きいテーマのもと、またその中でも球際、切り替え、ハードワークという4原則を大切にし、それをもとに、サッカーをやっているというようなチームになります。一発勝負のトーナメントなので、まあ、一戦一戦ですね、まあ、一日一日しっかり準備をして、まあ、選手たちに後悔なく試合に臨んでもらいたいなと思っています。この代で、全国大会にぜひ出場したいなというふうに思っています。続いて訪れたのは今年の県高校総体を制した中津東高校。一戦必勝を胸にトーナメントを戦っています。夏にインターハイの全国大会を経験して、チームがもっと頑張らないといけないと、みんな意識するようになって、とてもいいチームになってきたと思うので、優勝できるチームだと思います。結構厳しい戦いが続いてますけど、チームみんなで一丸となって勝ち進んでいけてるかなと思います。前から速いプレスをかけて、そこでボールを奪い、ショートカウンターなどで得点を取るというところが特徴です。高校3年間やってきたことを全て出して、こう優勝できるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。あんまりこう圧勝とかができてなくて、 でもその中でこう一戦一戦しっかりこう勝っていってるっていう、いって、このまま決勝までしっかり勝ち進みたいなって感じです。絶対優勝してインターハイで1回戦負けてしまったんで、次はこう1回戦でしっかり勝てるように、東京で勝てるように頑張りたいです。
できるだけ相手ゴールに近い場所でボールを奪って、まあ、素早く攻めたいということを、チーム結成当初から取り組んできたチームです。前からハイプレスに行く戦い方でやってきましたけれども、まあ、もう一つぐらい守り方と準備したり、まあ、セットプレーと、対策をしまして臨みたいと思ってます。まあ、インターハイには出場しましたが、まあ、初戦で敗れています。まあ、力のあるチームではないと、全員が自覚しておりますので、一戦必勝、毎試合ベストを尽くして、戦い抜きたいです。いよいよクライマックス、大分トリニータシーズン最終戦を OBS で実況生中継。解説は去年まで大分トリニータで活躍した松本玲 CRO。 熱き戦いを見逃すな。レギュラーシーズンラストマッチ、 OBS では実況生中継でお伝えします。来週日曜午後1時から群馬と対戦です。今回解説は松本玲 CRO が担当してくれます。地上波では初解説ということで楽しみですね。ぜひ会場で、そしてテレビでもトレニータを最後まで後押ししましょう。それではキックオフ大分、また来週。